ビコン解放戦線から依頼が届いています。内容を確認してみましょう。独立傭兵レイブン、あなたに引き受けてもらいたい作戦がある。我々の基とするアーキバス占領下にある壁の奪還、そこに至る重要な一手をあなたに頼みたい。目標は当該拠点の指揮官ベスパー第7隊長スインバーンの暗殺だ。奴は拠点への侵入者および依頼者を特定するための監視部隊を多数抱えている。壁の奪還計画を秘密裏に進めるには隠密での作戦遂行が不可欠。あなたの助力が得られることを願う。監視部隊に見つかることなく目標を奇襲し確実に撃破する。いつもとは違う戦い方が求められそうです。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。提供された情報による目標の推定位置を送信します。監視装備 NT 軍が注意。記録を取られたらミッションは即時失敗です。キャプチャーカメラを向けられたら身を隠すか急いで撃破してください。MT が多い。レイブ、敵の配置を調べましょう。目標はいないようですね。夜景に出ているのでしょうか。レイブン、あちらを。戦闘状態にある機体反応を検出。おそらく目標のスインバーンです。次から次へと不法者、よくもまあ飽きないものだ。この機体構成は
解放戦線ではない。目標を確認。あれがベスパー第7弾車水流は奇襲する後期です。行きましょう。なるほど、ベイラムか。時代遅れの社用グループ名。まとめて最強育センターにぶち込んでやればスネイル閣下も喜ばれるだろう。新着メッセージ一件。独立傭兵レイブ、スインバーン排除の達成に感謝する。同志の中にはあなたが敵方に懐柔されることを危惧する者もいた。やはり余計な心配だったな。これからもよろしく頼む。